キシユタ、愛にはオンリーワンの一夜、愛の意味、飛べ合流、平野市要、神宮寺ユ太タと新グループ、ルームバーライ、結成。今年5月22日に、QNG& ピンスを脱退し、9月末でジャニーズ事務所を退所したキシユタ、28、が、昨年10月にジャニーズ事務所を退社した元副社長の滝沢秀明氏、41。 形上げた新会社、トベ、トゥービーに所属すると15日、トベの公式 YouTube チャンネルの生配信で発表した。ジャニーズからトベへの合流は13人目。騎士は元金プリの平野市要26、神宮寺雄太25、都心グループ、ルームバーアイ、ナンバーアイを結成することも報告した。同時視聴者数67番人が画面に釘付けになる中、 元金プリの3人が146日ぶりに合流した。東京ドームを貸し切っての緊急性配信。平野と神宮寺が興奮を隠せない様子で待っていると、騎士がベンチからダッシュで2人の元に駆けつけた。カメラ前を走り去るボケも見せつつ、騎士は本日から飛べに入って活動します。結構疲れてます。リリーフカーとか用意して、と笑わせた。 ファン対望の3人での活動も報告した。グループ名は、ルームバーアイ。騎士が複数の候補を挙げ、3人で決定したという。騎士は、一番を目指すのは大切だけど、もっと大切なのはその道筋。僕たちらしく楽しめるか、どれだけファンとと楽しめるかだと思う。遠目からだと、ルームバー1にも見えるし、愛にはオンリーワンの位や、愛の意味が込められている。 それぞれの捉え方でいい、と説明。平野も、最初に聞いた時からすごくいいと思った。気に入ってます、と笑顔で語った。同時視聴者数67番人が画面に釘付けになる中、元金プリの3人が146日ぶりに合流した。東京ドームを貸し切っての緊急性配信。 平野と神宮寺が興奮を隠せない様子で待っていると、騎士がベンチからダッシュで二人の元に駆けつけた。カメラ前を走り去るボケも見せつつ、騎士は本日から飛べに入って活動します。結構疲れてます。リリーフカーとか用意して、と笑わせた。ファン待望の三人での活動も報告した。グループ名は、ルームライン。騎士が複数の候補を挙げ、 三人で決定したという。騎士は一番を目指すのは大切だけど、もっと大切なのはその道筋。僕たちらしく楽しめるか、どれだけファントと楽しめるかだと思う。遠目からだと、ルームバー1にも見えるし、愛にはオンリーワンの位や愛の意味が込められている。それぞれの捉え方でいい、と説明。平野も最初に聞いた時からすごくいいと思った。気に入ってます。 と、笑顔で語った。6人組でデビューした、KNG&PINS は、ジャニーズに残留した長瀬連・24、高橋海人24の二人で活動を継続している。21年3月に脱退した岩橋玄樹26はソロ活動中で、6人が3分割する形となり、 神宮寺はファンが不安にならないように応援してもらえるグループになりたいとファンへの気遣いも見せた。この日、東京 D から生配信した理由については明かさず、ネット上では様々な憶測が飛んだが、今のところ東京 D でライブをするという予定はないと関係者。今後の活動は具体的には決まっていないとしながらも、平野はマストでコンサートはしたい。 自分たちらしさをコンサートに詰め込んでファンの皆さんとの距離感を縮めたい。会えてない人にくまなく会いに行きたい。騎士も音楽を追求して新たな自分と会いたい。いろんな自分たちを見てもらってそれを曲で表現したいと目を輝かせた。ファンクラブ解説ゼロ。ルームバーライとしてのファンクラブとグループの YouTube チャンネル解説も発表した。 平野は良い意味でも失敗した姿を見せて良いと思う。ファンと思い出を刻むために泥臭い過程を見てほしい、と抱負を語った。生配信ではナンバーアイ、と大文字のロゴが表記されたが、戸部によると正式表記はルームバーアイ、としている。菱形騎士、ユータ、騎手ウタ1995年9月29日、埼玉県出身、28歳。 身長167センチ。血液型 A。菱形平野、死用、平野九1997年1月29日、愛知県出身。26歳。身長171センチ。血液型 O。菱形神宮寺、裕太、神宮寺裕太1997年10月30日、千葉県出身。25歳。身長175センチ。 血液型を放置新聞社。